皆さん、こんにちは。ただいまから2023年度第1回フォーリンプレスセンター主催国際ウェビナーを開催いたします。私はフォーリンプレスセンターの理事長の小玉です。本日の国際ウェビナーの開催にあたり、主催者を代表して一言ご挨拶申し上げます。本日のテーマは生成 AI 時代のメディアの役割と読み手のリテラシー。 外国メディアの特派員と考える報道の未来です米国のオープン AI が昨年11月にチャット GPT を公開して以来これまで人間が行ってきたことを生成 AI に行わせる動きが両言の日のごとく地球を席巻する形で急速に広がっております日本では少子高齢化による深刻な人手不足を背景に 各業種で業務効率や生産性の向上が迫られる中 AI やロボティクスはすでに人類にとって不可欠な存在となっておりこれらの技術をいかに使いこなし AI と人間がどのようにすれば共存できるのかが大きな課題となっておりますそこで本日はメディアと AI の関係に焦点を絞って2つのセッションを設けましたすでに内外の報道機関において 生成 AI を利用した情報収集ニュース記事の制作と配信を開始しておりますそうした利便性向上というプラスの面の一方で偽情報の拡散や個人情報の漏えいさらには取材したメディアの著作権侵害リスクなどが重要な検討課題として指摘されておりますそこで第1セッションではメディアでの AI 利用と留意点 をテーマにご議論いただきます続いて第2セッションでは第1セッションでの議論を踏まえつつ AI はメディアをどう変えるか未来のメディアと報道というテーマでご議論いただきます AI のたゆまぬ技術革新によってジャーナリストの仕事はどのように変化していきどのような仕事が求められるのかさらには AI を使って作られる情報の受け手である読者 視聴者はどのような心構えを持って報道に接したらよいかなどについてご議論いただきます。それでは次に本日ご登壇いただく方を紹介いたします。まず、モデレーター役は池上彰さんです。本日のテーマの先導役として池上さん以上に最適な方は思いつきません。日本側のパネリストには林香織東京大学副学長と尾翼副学長、 そして及川晃日本経済新聞社 AI 量子エディターのお二人をまた外国メディアのパネリストにはティム・ケリーロイター通信東京支局上級特派員とリード・スティーブンソンブルームバーグ東京支局シニアエディターのお二人をお二人を合計4名のパネリストをお招きしております次に視聴者の皆様へのご案内です第1第2セッションともに 四十五分間の議論となりますその後約十五分程度の質疑応答セッションを設けております質問はパソコンの画面下の Q&A から書き込むようにお願いします書き込みは第一セッション開始後はいつでも可能です時間の制約から Q&A の書き込みを通じたご質問しかお受けできないことについて事前のご理解ご協力をお願いいたしますなお質問はどなたに対してのものか 質問者の氏名とご所属についても明記願います最後になりましたけれどもご視聴いただいているすべての皆様そして本日の国際ウェビナーを講演いただいた日本国外務省並びに日本経済新聞社にお礼を申し上げ冒頭のご挨拶とさせていただきますそれでは池上さんよろしくお願いいたしますはいえ、ご紹介いただきました池上ですまあ私がコーディネーターということになりますけど もう生成 AI がどんどん進んでいくと、ですねこのコーディネーターの仕事も全部生成 AI がやってくれるんじゃないかなと、私の仕事もまもなくなくなるんじゃないかなとは思うんですけれど、まだまだそこまでは行っていないところで、それぞれそもそも生成 AI をどう使っていくのかというのは、教育現場と、それからジャーナリズムの世界で大変大きな課題になっています。 私は教育現場とジャーナリズムとまあ二足のわらじを履いているものですから普段教育現場でこう生成 AI まあ具体的にはチャット g p t をどう使うのかということを議論しているんですがえ今回はですねとりわけジャーナリズムの世界でこれはどのように使えばいいんだろうかあるいは現在どのように使われているんだろうかということこれをえ改めてえその現在地というのはまずはお話しいただいて。 そして第2セッションでは、今後の未来について議論をいただくという、そういう流れでいこうと思っております。まずはこの日本側から、ですね日本経済新聞社の及川さんから、そもそも日経新聞でこの生成 AI というのは、どのような位置づけになっているのかというところからご説明、お願いいたしししままますすすあ,、はい、ありがととうございい日本経済新聞の及川と申よろくお願します。 えっとあのまあ、去年、チャット g p t が出てきまして、えっとまあ、日本経済新聞としてもです、ね、この生成 AI という技術に、まあ、どう向き合うべきかというのは、えー、社内でいろいろと議論を重ねましてです、ね、で今年の7月に、えっとまあ、編集局って我々呼んでいますけども、まあ、いわゆる新聞を作成する部門の、えー、トップの私の上司に当たる、えー、山崎編集局長から対外的に、まあ、日本経済新聞として この AI とどう向き合うかというのをその方針といいますかですね考えを公表していますま,あまずちょっとそちらを紹介させていただきたいんですけどもまずちょっと全部読み上げると時間がかかってしまうのでちょっと抜粋する形になりますけども生成 AI は社会を変えうる重要な技術革新イノベーションですと一方で使い方によってはメディアが守るべき正確性や 公正さを損なう恐れがありますこの革新的な技術はメディアの進化を促す力になりますがジャーナリズムが最も大切にしなければならない読者の信頼を損なうきっかけにもなりえます日本経済新聞は新しい技術には貪欲でオープンでありたいと考えています責任ある報道に寄与する場合にのみ限定的に AI を利用する方針ですとで、まあ、具体的に言いますと公開情報からのデータ抽出文章や画像などの検索や翻訳編集作業を補助する場面を具体的に想定していますとで我々あの以前からです、ね、AI を使って企業の決算のです、ね、サマリーといいますか概要をこう 記まあ紹介するというか、記載する記事に使ってきたりしてるんですけども、基本的には AI 作成の文章や画像をそのまま公開することはありません。報道各社は、記事、写真、画像の著作権などの法的権利を持っています。これらが AI に無断で利用されることを私たちは許容しません。 ニュースの現場に足を運び、えー、培った経験をもとに分析し正確な情報を読者に伝える、えー、このプロセスを担うのは他でもない人間ですというふうに、えー、対外的に説明をしていますあのーまあ、技術のです、ねえー、と進歩というのは我々は否定すべきものでは当然ないですし、えーまあ、きちんとその恩恵を我々自身も取り込んで、えー、うまく活用していくということはあのしていきたいと思ってるんですけども、まあ、一方で 責任ああるる報道になるのはあくまでで人間ですとということを述べております。で我々社内では、すでに実はそのチャット GPT のようなツールを、まあ、日本経済新聞の社内で向けにです、ねまあ、アレンジしたようなものを導入してましてこれはまあ今、普通の社員が触れるようになっていてです、ねまあ、みんな今、ちょっとした調べ物だったりとかアイデア出しとかそういうものに活用していたりします。 あと、我々あのいわゆるデータジャーナリズムというんですかね、データをいろいろと分析するチームがあるんですけれども、まあ、そういうところは、そのデータの抽出やるとか、分析とか、そういうものにこういうツールを使うということをいろいろと試行錯誤しているような段階です。でまたあの、社内にです、ねまあ、日経イノベーションラボというんですけれども、いわゆる研究開発組織みたいな。 組織がありまして、えっとそこでこの生成 A の活用についてもいろいろと技術的なことも含めてですね、え検討しています。ちょっと長くなってしまったんですけども、まあちょっとここから私なりのちょっと少し試験と言いますか意見も含めてですね、ちょっとお伝えしたいんですけども、まあ、一般的な状況として、えっと日本は我が国はですね、まあ、非常にこう厳しい人口減に直面していて、まあ、どこもかしこも人が足りないという状態です。 なので、えっと、これいろんなところで聞くんですけども日本人はまあ非常にこう生成 AI に対してですね基本的にはその、えーまあ、前向きというか積極的に取り入れようとしているというお話を聞くんですけども、まあ、やはり少しでも生産性を高めるというのはワークにとって非常に大きな課題ですので前向きに捉えていくということはすごく大事だと思っていますあのアメリカのゴールドマン・サックスというところがですね、えーまあ、アメリカとか日本でいうと、えー、大体その我々の,その業務の まあ全体で平均してみると業務の4分の1ぐらいをこの生成 AI, AI の技術が自動化する可能性があるというふうに言っていますけどもまあそういう,こう機能を活用して生産性を高めていくということは非常に重要で,で我々自身、報道機関もえもちろんそれは当てはまることでえまあ考えてみると私の仕事もですねまあ朝から晩までえ取材先の方とやり取りするのもメールだったり電話だったり。 あるいは取材することそのものもですね、えっと、言葉でや,っぱりやり取りをしてで場合によってはそれをこうレコーディングした内容を聞き返して起こしてで記事を書いて構成してとていう、まあ、基本的にジャーナリストの仕事って言葉を使ってする仕事タスクがほとんどなんですよねなので、えっとまあ、取り入れられる部分では生成 AI を取り入れてうまく活用して まあ自動化できることは自動化するアシスタントとして使うところは使うっていう発想で使いこなしていくことが重要かなというふうに思っていますでただし、えっと、それとですね先ほどの我々の,その編集局長の見解ともちょっと関連するんですけども基地、えー、そのものの作成に AI を使うっていうのはちょっとまた別次元の話かなとは思ってまして まあ我々その新聞社にとってえっと記事というのはもう本当にこう商品そのものえ自動車会社が自動車を売るとか保険会社がえ保険商品を売るとかえハンバーガーチェーンがハンバーガーを売るというのと同じですねえ我々にとってはもう本当に商品そのものでえまあ我々でいうとお客様というのは読者の方に当たるわけですけどもお金を払っていただく商品をまあやっぱりあの低品質なものでは出せない。 というのがありますので、えー、先ほどもありましたけども、まあ、ちょっと品質の低いものを出してしまうと信頼を損なって、報道機関としては、えー、まあ本当に自滅の道をです、ね、歩むようなことにもなりかねませんので、えっと、その部分については、やはり慎重であるべきかなというふうに思っております。長くなりりまままましししたたたたががが、はい、以上ですすはいいいいいあととうございました、えー、また後ほど色々議論をしたいと思いますが 続きまして、トムソン・ロイターのティム・ケリーさん、ティムとお呼びしてよろしいということですね、はい、えー、お願いいたしますはいよろしくおロイターは、まあ、ロイターはどういう報道局のか、えー、1851年にあの創設した、えー、っと会社なんですね、でその当時、あの通電信と電商バトルを使って、まあほあの、ニュースを報道したんですよね。 でそのおかげで、1865年にまあリンクン大統領が暗殺したときには、もう世界に伝えた、初めて世界に伝えたのはロイター通信だったんですね。で、その当時のまあ新しい技術だったんですけれども、でもその後、のその以来、いろいろな新しい技術がもうえっと導入はされてるんですね。とラジオ、テレビ、60年代はまあコンピューター端末、えっと、も,うもう最近は携帯。 であの20世紀の末にはまあ大きな変化のは、まあえー、とインターネットですね、まあオンライン、オンラインの報道ですね。で、あの生成 AI はまあ最新のものであるということですね。で、ロイターでは、えーとまあ、そのジャーナリズムの、えー、ともう仕事のやり方、あの人々のニュースの消費の仕方などに、まあ 変えるのは、えーと、まだまだ明らかになっていないところはあると思いますが、まあ、一つの簡単に言うのは、えー、と腕の自動化はもうすでには結構何十年は進んでいるんですね、あの工場とか、もう人,が人数がすごい少なくなって、でこれから、えー、とノミスの自動化の時代になるというか、その先端には、まあえー、と生成あの AI があると思います。で,であの えとロイターでは、す、えーまあ、でにはちょ少しは使っているんですね、AI。例えば、あの簡単な、えー、と記事を翻訳するです、ねえーとやっぱ、英語から日本語に。えー、とそれではあの人間が、まあ、確認しないところもあるし、でも、まあ、ちゃんと,その、えー、とニュースを読む人にはそういうことは伝えるんですね。あのまあ、透明性があるということですね。であの AI はまあその,えっとまああの課題になるんですがでもその機会もあるんですね。まあ、AI はどのようにあの助けてくれるかと考えるときには例えばあの私はジャニーズとしてはあのよくあのえっとその書類をいっぱいを読めなきゃならないときもあるしでそのときは AI があればもう助けてくれると思います。 あと、えー、とその人をインタビューするときには、その後あの文字を起こす作業があるんですね。まあ、他の,あの機種はどう考えてるか分からないんですが、まあ、非常に退屈な作業ですね。それが AI が助けてくれますと、まあ、すごい個人的には私は嬉しいですよ。で、あのロイターではあの5月にロイターの編集長 えとがまあその,あの AI の三原則を発表しまして、一つのは、それはあのえと第一位ですね、の AI のテクノロジーをまあジャーナリズムを強化するものですね、画期的な技術であると、ロイターでは考えております。ですけれども、でも大体には、ロイターの記者の編集は AI に依存するのはことはしないんですね。あの最終的には必ず人間が確認することですね。で、第3にはその AI ツールを使うときにはすごい透明性でえと利用するんですね。使った場合にはちゃんと,えとそれを透明性を明らかにすることですね。で、これからどういうふうには AI が影響あるのかちょっとわからないんですが、 まだまだいろいろ検討は中ですね。ありがとうございます。はいいありがとうございますでは続きまして、ブルームバーグのリード・スティーブンソンさん、リードさんとお呼びしてよろしいですか、お願いします。今日お招きいただきありがとうございます。えー、っと、そのジャーナリズムの中で AI を活用するという中で、あのまあ、2つ大きな分野に分かれていると思うんですよね。1つは AI そのものもが えまあ読者が読むえコンテンツをえ出すという状況えまあ限定的に日経さんもあのロイターさんも活用されてるというお話でしたけどまあブルームバーグでも同じくあのまあ数年前からえ最初はアル,アルゴリズムベースまあ要するにあのまあ大規模言語モデルというよりもこうまあルールに従ったまあソフトウェアで あの例えばプレスリリースの内容を省略したりあの、まあ、見出しをこう、えー、見つけたりという作業はあの、まあ、通信社であればあ,のある程度メジャーな通信社であればもう活用している技術はあのであることには間違いないんですけれどもやはりこう直近で出てきたその言語モデルというのがやっぱりこう大きな影響を与えていてあのまあ えー、そこにこう出てくる心配というのがやはりこの、えー、媒体が出している記事が本当にこう人間が書いたのかどうかっていう議論ですよね。えーまあ、同じくあのその AI をある程度こう活用した、えーまあ本まあ、ほとんどが翻訳だったりその文字起こしだったりすると思うんですけれども、まあ、そういう時には必ずディスクレーマーというのがついていてそれはやっぱり読者がこうはっきりと これはある程度 AI 技術を使って、えーまあ、出したコンテンツだというふうにこうあの見せているんですけれどももう一つはあの、まあ、もうお二方からこうお話もありましたけどやはりその情報を扱う仕事という意味ではやはりあのものすごい力強いツールというかいろいろ調べてくれたりあのまあ、えー えー、文字起こしあの省略文章を省略して、えー、くれたりという,こういろいろこう活用できる、えー、シナリオがどんどん増えていってる中で、えーまあ、やっぱりあのその AI というのはこう、まあ、言語モデルというのはこう確率を利用したものなんですよね。あの要するにルルールを,をこう、えー 使っているわけではなくこう、えー、多くのこう文章の中からこう一番確率の高いこう言葉や、えー、フレーズなどを出してそれを、まあ、これだろうとこうあの一つこうこう提案してくれるものだと考えればあのやはりその中で、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけどやっぱり間違いというのが出てくるんですよね。それはその あの確立をしているからだけにあのそそのより多くこう間違った情報が世の中にいるそ,それがもう答えとしてあの、えー、言語モデルが出してくるので、まあ、それはやはりそのジャーナリストとしての基本的なこうファクトチェックですよねあの自分が読んでいるものがどこまで正しいのかというのをチェックしながらやっぱり、えー、見ていかなきゃいけないことだと思うんですね。あと やっぱひ、まあ、一言で言うと、クオリティが低い、<laughs> あのえー、ちょっと今日あのチャット GPT の,あのアカウントにログインして、ちょっとデモを見せたいと思うんですけれども、1つ、例えばですね、今、画面が切り替わると思いますけど、まあ、記事をそのまま作成してもらう、えー、とです、ね、もう本当にあんまり用意してなかったんですけれども、まあ、例えば日銀政策。 についての記事をちょっと書いてもらいましょう。が、えー、変わる、日銀政策が変わるための条件についての記事を 200文字以内で書いてください。日銀政策が変わるための条件についての記事を200文字以内で書いてください。多分出てくると思います。 まあ、み皆さん、そのままご存、まあ、み見ていると思うんですけど、例えばこの中にあのその、インフレが2%につくつかないっていうのが全く入ってないんですよね、<laughs> でこれは、まあ、あの一般的にはそれが決定的なあの一つの条件っていうふうに言われているので、やはりあの、まあ、この事例からすると、やっぱりリミットがどこかにあると。あのやっぱり AI を使って記事を出すというところには、まだまだあのちょっとこうおろそかなところがあるというのは、もうあの見てわかると思うんですけれども、後ほどまたお見せしますけどでもツールとしては、かなり力強いパートナーなので、そこら辺はまたえお話、後ほどさせていただきます。今日はははよろししくお願いいいいまますすありがとうございます、はい えーと今の実際の面白いですねこれ例えば高校生が夏休みの宿題で描けってたらこれこれで相当いいかなと思いますしえあるいは本当に日経担当の記者がこれ書いて出したらデスクからバカ野郎って怒られそうな <laughs> というレベルなのかなと思います <laughs> あの大変面白いのありがとうございましたさあえ3人のそれぞれの現場の記者のこ、え、のー 問題意識も含めてご説明がありましたでは一方で、えー、まあ、東京大学の林先生から、えー、この ai をどう使うべきなのかということも含めてお話しいただければと思いますはい。ありがとうございます、えー、東京大学の林です今日はあの皆さんの現場の皆さんと私はちょっと違いますのであのそういう意味でその役割としてここにあの、えー、お話ししたいと思いますえっ、ー、とそれでですねあの まあ、チャット GPT の話は大きく分けて、まずは労働現場の、まあ、どういうふうにあの仕事の仕方がどう変わるかということ、そしてもう一つはメディアのコンテンツがどう変わっていくかということ、っていうまあ、この二つに分けて話ができるのかなというふうに思いますこれは、えっと、大丈夫ですかね、画面が切り替わってないですね。 林ささんのお顔を出してくださいあ出ましたあ、はいということでですね、えーはい、皆さんこんにちはそういうことで私が今話しておりますけれどもまずその今あの皆様からお話があったように非常にパワフルなツールだということをあの聞きましたで特にまあ私がかよくチャット GPT で考えるのはまあ大学でもそうなんですけどかなりのところはまあいろんな代替ができるわけですよね。そうすると ますますですね。簡単な仕事はまある程度任せて目利きのプロフェッショナリズムについて、どういうふうにえま利用していくかということが問われるんじゃないかと思います。そして今、今例えば日本の場合です。と、あのま新聞業界はですね。非常にあのま紙の部数が減っていて。 まあ、ピークの時から比べると5,300万部の発行数が今もう3,000万部を切るようなところにありますので、半分ぐらいになっていて、1960年代の発行部数になっているわけですね。そういう経済環境の中で、まあ、労働力もなかなかこう増えていかない中で、まあ、例えば新聞社、通信社、まあ、テレビ局も含めて、 この,あのツールがまあパワフルだということだけど人間,にはあの人間には人間しかできないことがあるというふうにおっしゃっていらっしゃるんですけどじゃあその辺の線引きをですねどうやってするのかっていうことをやっぱりもう少し具体的に考えていく必要があるのかなというふうに思いますもちろん便利だもちろんでもあので,きできないこと全部はだいたいできないでもじゃあそうしたらもう少しですね プロのジャーナリストはどういう記事を書くのかっていうその問いをもっとはっきりと考えていくところが必要なのかなということを思いました。と同時にですねそのメディアの方の,そのコンテンツにそれが関わってくるわけですけれども、まあ、メディアの方も中身が例えばそうですねチャ,チャット GPT は平気で嘘をつくとかそういう話があるわけですね。でそうしますと えー、ど,どういうコンテンツがダメでどういうところがいいか今の,その日銀の話とかありましたけどその辺の目利きができる記者を育てていかなくてはいけないとなるとこれまで例えば記者教育で、えー、何ですかねまず日本だとその警察の発表ものからスタートするようなそういう記者教育だけではない現場の その記者のトレーニングの仕方っていうのを考えていかなくてはいけないのかなというふうにも思いましたでもっと言うとさらにはチャット GPT が、まあ、いいところ悪いところがあるということを、まあ、あの3人の,あの記者の方がおっしゃっていたんですけどもそこにはまあかなり大きなブラックボックスがあってそしていろんな企業がこう入り込んでいると。 ただしそれにメディア企業自体も頼るそして大学も頼る政府も頼っているある意味でとても大きな権力になっていくわけですよねそうするとチャット GPT の仕組みとかその中の,そのやり方そういうものをまたきちっと理解できる記者これが必要なんじゃないかと思います私の,あの感覚では今まで例えば政治部で あの政府の中のことをたくさんよく知っているとか政治の仕組みをよく知っている記者っていうのがいたのと同じようにこうしたその、まあ、情報機産業とかチャット GPT の仕組みとかテクノロジーをしっかりと理解できる記者がいることっていうのがかなり重要な、まあ、メディアの AI 利用と留意点っていう点では 留意する点なのかなというふうに思いますまずは私ここまでですはいありがとうございました4人の方からそれぞれの報告がありましたまずはあの林先生ねあの今プロのジャーナリストは何を書くのかが問われているという大変重要な問題提起がありました生成 AI がいろんなことでできるようになったからこそあの人間があるいはプロのジャーナリストが何ができるのか何をすべき何ができるんでしょうか何をすべきなんでしょうか いやそれはあの記者の方に聞いていただきた方がいいと思うんですけどでも私としてはまあ読者としてはですねやはりあの現場の声をきちっと聞いてそれを反映させるそのまあ人間の息吹が伝わるようなあのまあ報道を聞きたいと思うわけですよね。ただそ,それをあのどどこここからどこまでっていうところの塩梅は 多分記者の方に聞いた方がいいのかなというふうには思いますが、かしどうでしょうか、じゃあ3人のプロの方に、<laughs> プロのジャーナリストにお話をお伺いします。まずは、じゃあ、ケリーさん、どうですかそうですね、まあ、一つのはあの、今の時点ですね、なんか今の時点の AI のできることは、5年後、10年後の AI とだいぶ変わると思いますので、も、ま、う、あ、一つのポイントはそれですね。 でまあ、簡単な記事をせあの作るのは、まあ、AI はできるんです。例えば、えー、と市場のレポートですね、あの株とか債券のレポートを、まあ、簡単にあと例えばあの企業の、えー、と計算発表とかですね簡単、形的にはすごいやりやすいところなんですが、でもそれ、例えばあのインベスタクティブジャーナリズムとか、あともっとあのアイディアを えと考えるのは AI はもうで今のところはできないんですよね。なんかその1のつの小さなことの大きな意味あるということを気づくのは人間の作業ですね。あと信頼性はもう非常に大切ですね。非常に大事なところですね。やっぱり人間が確認しないとダメなあのところですね。AI がもう今のところ今の これはまあ信頼はできない技術ですので、はい、じゃあリードさんにもお伺いしますプロのジャーナリストとしてあるべき姿というのは今の現時点どういうことなんでしょうかそうですね、質問をこうもうちょっと違う視点から考えてみると、まあ、ジャーナリストのバリューがどこにあるかということなんですよね。でやはりあの、まあえー、僕はいろいろここら辺を考えていて掘り下げてみると、まあえー、デジタル化された情報 <laughs> あのまあプレスリリースやえーまあこう企業が出すニュース媒体が出すニュースをえーまあ書き直す作業っていうのがもうほとんどバリューがなくなってきてると思うんですよね。あのもうそれはあのソフトウェアがかなりこうえまあそれを上手に処理することができてきてあのもうそれをする記者というのがもういらなくなる。 いうう時代は必ずもうやってくる、まあ、もう実際にもうどんどんそれが起きてきていると思うんですよね。じゃあバリューがどこにあるかというとあの、まあ、ケリーさんがおっしゃってたと似てるんですけれどもやはり一つは人の脳の中に入っている情報それを引き出すっていうのが一つ大事な役割になってくると思うんですよね。あともう一つやっぱりアイディアですよね。あの様々な情報 を、えー、インプットしてで人間の頭の中でこうどこがつながっているのか、えーえー、どこがどう関係しているのかとかそういうのを、えー、やはりこう今のところ上手にできるのはあの人間だと思っていましてでさらに、まあえー、我々の現場でも多分皆さん、えーえー、いろんな場面でこうあの 直面してると思うんですけどもやはりこうアイディアを割り出す記者いろいろこう、まあ、英語で言うとコネクト・ドッツいろいろとこうポイントをつなげていく人間というのはどんどん大事になっていくとは思いますね。 今のリードさんがね、こう人間の脳の中に入っているものを引き出すというのは、これはつまり、適切なインタビュー、取材を通じて、相手からいろんなことを引き出すと、そういう意味になるんですそうですねあの、でもインタビューだけではないと思うんですよねやっぱり対話ですよね、やはりこういろんな人と会って、まあ、これも当たり前の取材の一環ですけれども、いろんな人と会っていろんな話をして、まあ、いろんなこう、まだ世の中に出ていない情報を出す。ただし あのそれをえー書いて、記事にして世の中に出した瞬間に今度それがデジタル化されてそれが今度 AI によってこう違う形に変えるあのことになるのでやはりその瞬間からこうバリューが減っていくと思うんですよねだからバリューがどこに残っているかというとまあ今言ったその人間の中人間が持っている情報まだデジタル化されていない情報そこにあると思うんですよね。 分かりました、えー、及川さんを3番目に指名したのはです、ねえー、質問が2つあるんですね、つまり最初のように、プロのジャーナリストとしてどうあるべきなのかというのが1つ、もう1つは先ほど林先生がおっしゃったように、この例えば、えー、政局についての専門家がいるように、こういうあの生成 AI などあの、テックに関する専門家もまた求められるんじゃないかということでいうと、及川さんの所属がですね、 編集局ビジネス報道ユニットテックグループ専門エディターとあります、まさにその専門記者ではないか、一体何をしているのかという、その2つの点で及川さんに答えていただこうと思いました、お願いします、はい、えー、っと、まあ、今ご指摘を受けた、母、林先生からご指摘を受けたことは、なかなか確信をつくご意見だなと思って。 お聞きしましたでまた、あ、日本経済新聞としては記事の作成にはです、ね、基本的に使わないということを言ってるんですけども、まあ、ちょっと頭の体操として今ちょっと自分の中でも考えてたんですけどお二人がおっしゃったこととちょっと似てるところもあるんですけど今の生成 AI って、まあ、あり得に言うとその言葉を非常にこう巧みに操る能力を手に入れた AI で、えー、長い文章を要約するとかですねあのそういうことはものすごく得意。 な,んですね、なので、えっとまあ、政府なり企業なりが発表するような報道いわゆる報道発表、プレスリリースを新聞記事風に短くして、要約して記事風に仕立ててくださいって言えばです、ねあのまあ、チャット GPT で、えっと、すぐにそれができるかわからないんですが、えっとまあ、ちょっとその工夫をし,してシステムを構成すればそれぐらいのことはあのできるだろうと思います。 であとまあネット空間上デジタル空間上に出回っている情報を、えー、まあかき集めてというか要約するみたいなことはもうすでにあのできつつありますので、えっと、そういう作業はえと AI にやらせようと思えばできるというのがすでにもう起きていることだと思うんですね、えっと、ただあの一方でえと AI はえっと現場に何か事件、事故 ニュースが起きている現場に足を運んで人に話を聞いてで記事を書くということは少なくともまだできないので何か一時的な情報を元にですね要約をしたりとかそういうことはできますけどもあくまでその一時的な情報を書く今でいうと我々報道機関のようなものが前提にあるわけなのでやはりその一時的な 情報を取りに行くという役割は残るだろうし我々としてもそこに価値をですね世の中から認めてもらえるような取材をして記事を発信していくということが必要なんだと思うんですね。あのまあ、これちょっと個人的な意見になっちゃうかもしれませんけども、まあ、今例えばウクライナとかイスラエルとガザーあのハマスの間でですね、えっとまあ、紛争が起きていて えまあその現場にあの命を落として足を運んでいかれているジャーナリストの方にはあのまあ一ジャーナリストの端くれとして非常にあの心から敬意を表しますけれども私の個人,としての,個人の思いとしてはその戦地で起きていることまあ今、特にガザなんかではものすごいこう偽情報みたいなものも氾濫してますけれどもえその中でこう真実を伝えるという行為はまあやはり非常にこう重要な行為で まあ何が本当か何が嘘か非常にこう見極めが難しい状況なんですけどもえっとその中でえーまあ現地でえー苦しんでいる人とかですねえまあ双方ともに異なる意見があると思うんですけれどもえそれをですねきちんと耳を傾けてえ自分なりに真実と思うことを伝えるという行為でこれはですねえとまあ人間しかできないというのもあるし私は個人的に一読者として考えると そういうことを AI にやってほしいとは私は思わないというかやっぱり人間がえ自分で肌で感じたことをですねえっとまあそれが全て正しいかというのはまた別の問題としてありますけれどもえ人間がのジャーナリストがえそういうニュースの各ニュースの現場で肌で感じたことをえ伝えるということにえまあ一人間の読者としてそこに意味はあるんじゃないかなというふうに思って おりますちょっとまたじゃあどこで線引きができるのってちょっとあのそんなに厳密に考えたわけじゃないんですけども、えー、そういうことなのかなというふうに思ってますであともう一つあの私の仕事についてなんですけども、えっと、先ほど池上さんからご紹介いただきましたけども私はあの、えっと、日本経済新聞の中のビジネス報道ユニットという,う、まあ、あの皆さんご存知の方も多いと思うんですけど日本経済新聞っていうのは、えー、かなりこう経済にフォーカスしたメディア新聞社ですので その中でも特にそのビジネス企業活動にフォーカスした部門にいてで中でも私はテクノロジー報道に何て言うんですかね従事する仕事をしていますあのビジネス報道ユニットの中で例えば自動車モビリティ産業を見るとか、えー、IT 産業電気産業をウォッチしてるとかですね石油エネルギー産業をウォッチしてるとかいろんなこう担当あのグループがあって記者がいるんですけども 私はその中でもその AI も含むテクノロジーを普段からです、ね、ウォッチする担当をしてまして本当にプロの方からするとまだまだ勉強不足で日々、必死にこのいものすごい速さで進化する技術についていっているというのが正直なところですけどもそういう仕事を今、必死にやっております、はい、あのあ愛先生、どうぞ。あ あのはいとてもあのいろいろ、ね、お考えがあるんだなと思いましてで私がちょっとあの気になっているのは、まあ、特に日本のメディアの状況で例えばその今及川さんがおっしゃったようなそののお仕事のような方がですね日本の場合そのメディアの中っていうのはなんか2年に1回ぐらい転勤になってちょっとこの方とあのお友達になってもすぐにどこか違う場所に行っちゃったりとか。 そう,いうそ,のでそういうジェネラリストを育てるっていうのがあのまあ日本のメディアの,あのこれまでのトレーニングの仕方だったわけですけどこの,あのチャット GPT のねこうしたあの世の中になってそういう何て言うかこう環境が良いのかどうかっていうのが。 私はちょっとすごい気になっている。そしてもう一つは、まあ、特に日本新聞なんですけど、日本の新聞はすごく丁寧に公閲をして、時数を揃えて、そして半が何半もあってっていう、まあ、とても丁寧にやってきたわけですね。でこの手間 これがかなりチャット GPT に代替できるとすると実は私もあの新聞のコラムとか書くと最後の3日ぐらいはずっとそのテニオ波の調整とかですねそういうことであの時間かかけたっていうのが思い出がありましてこういうやり方でのジャーナリズムのその仕事の現場っていうのがやっぱ変わるべきなんじゃないかと思うんですね。 でもどうやって変わるのかっていうのがそれ一人一人の個人の心持ちだけじゃなくて会社のストラクチャーを変えていかなくちゃいけないんじゃないかなという,ふうに思います。でそれはもう1つ1点あってその個々の会社で今までまあイギリスとかアメリカのメディアは英語なのでまあグローバルには展開してるんですけどでも基本的にメディアっていうのはネーション・ステートで発展してきた組織なんですよね。 ところが今、チャット GPT っていう,もうグローバルなテック企業を相手にしたまあいろんな監視も必要ですし自分たちも利用しなくちゃいけないっていうときにもっともっとグローバルなネットワークをまああの作っていかなくちゃいけない、まあ、今日はだからとああのアイディアルな <laughs> あのそのセッティングなんですけども、そういう点がやはりちょっと構造的な点でや考えていく必要があるんじゃないかなということを私はは考えました。はいはい、ありがとうございました。 先ほど及川さんからです、ね、特に例えばガザの問題に関してさまざまなこうフェイクがあの氾濫している中でやっぱり AI が書いた記事は読みたくないというお話がありましたそういう点でいうと例えばあのまあ今深夜に BBC と CNN を見てるとです、ね、いつもあ戦場ジャーナリストというああいつもの人がまたここで出てきているんだというのがある種の信頼感になったり それは日本のテレビのジャーナリストでもあこの人がそこにいるのねという形での信頼感だったり新聞だととりわけ署名記事ですよね署名のないものだと AI が書いたものなのかあるいはひょっとするとフェイクかもしれないという時に署名がきちっとあるとあこの人の記事なら信頼できるというそういう点でやっぱりまさにそれこそ人間ならではの英語は執筆記事だと思います。 ととといいうふうに私は思っているということがありますだからこれまで以上にそれぞれの署名記事というのが大切になるのかなというのが思うんですね。そしてもう一つそのプロのジャーナリストで AI ということでいうとこれは林先生と多分私も同じだろうと思うんですけど例えば官房長官記者会見を見てるとです、ね、記者たちがもうひたすらパソコンに向かってそれを打ってるわけですね。何をやってるんだと これこそまさに AI が全部文字化してくれるだろう、なんで現場の記者がそんなことをやってるんだろう、え昔はです、ね、現場の記者は、まあ、とりあえずメモはしながらも、官房長官の顔を見るわけですね、でそっと官房長官の顔の顔つきを見ることによって、微妙なニュアンスを得ることができた、ただ今の官房長官、非常に無表情なものですから、顔を見てても全く分からないなということはあるんですけど。 現場の記者ってやっぱりあの発表者の顔を見ろよそれこそこれ文字起こしは AI に任せられるんじゃないか何やってんださっさと AI に任せろよって思うんですけど先生いかかがですかいやもう本当に賛成でそういうその機械的な作業がかなりこう重視された職場になっちゃってると思うんですね日本の,あのメディアの部分は。まあ、見出しの付け方から そういういノートの取り方メモ上げでどちらかというとその先ほどあの池上さんがおっしゃったような照明記事で顔の見えるっていうところはおろそかになっていたそれはまあ構造的にもいろんな転勤があったりとかそういうこともあるんだろうと思うんですけど、まあ、そういう意味で価値ニュース価値とかニュースをどういうニュースが重要なのかっていうメリハリがもっとつけていかなくてはこれはもうチャット GPT の時代には 生き残れませんよね <laughs> ど,どうですかお川さんの何かコメントありますかはいはいおいさんどうぞあの今の会見のお話はまさにあのその通りですしあの実は日経新聞のあの私の上司というかあの上層も全く同じ意見でまあ日本経済新聞として実は文字起こしのツールを導入したりしてるんですけどもまあ えっと背景としてはですねあの全く言い訳をするつもりはなくてその通りだと思うんですけどやっぱりネットの時代になって、えっと、昔の新聞と変わって、まあ、すごく速報性というのは求められるようになった、まあ、一時期、特にそういう意識が強くなってですねで、まあ、現場の記者からするとあの、えー、特に官房長官のようなあの重要なあの国を代表する要人の発言を、えー、いいか減な内容では出せないので もう必死になってですね一言一句間違えないようにその場でなるべく記録をして最後を聞き返すとしてもなるべく早く報道しようという流れで今までそういう会見を見ててもそういう記者がパチパチとキーボードを叩いているっていう光景があったと思うんですけどおっしゃるとりそこには間違いなくその AI なりそういうテクノロジーを活用して自動化できるところはどんどんしていけばいいというふうに思いますしそういう取り組みを始めている会社もある。 じゃないかなと思います。であの先林先生からいろいろとおっしゃっていただいたこともあって、あの個人的にはいろいろとあの意見というか話をしたいところもあるんですけど、ちょっと全部お話してしまうとちょっと時間がオーバーしてしまいそうなので、後ほどまたちょっとお時間があればはいさせていただきたいと思います。はいリードさんどあまリードさんあのさっきそれだと、はい、ケリーさんどうぞ。はい、そうですねあのまあ、今林先生がおっしゃった、えー、ところでその。 3つのポイントだけちょっと取り上げたいなと思いまして1つはフェイクニュースについてなんですけどもあの、まあ、があの学会あの大学の中でもやっぱりこう AI を使った論文っていうのがかなり出てきていると思うんですけどもやはりそれを感知するツールも AI を使ってるんですよねあのなので多分そのどんどんこう、まあ、言語モデルあの AI ツールがこう進化していくにつれて 多分そのフェイクニュースの問題、まあ、別に軽視しているわけではないんですけれども、まあ、ある程度そのも、その問題は解けるかなというふうには、あの個人的には思うんです、ここにちょっと及川さんの意見も聞いてみたいなと思うんですけれども、あと2点目はその、まあえー、スペシャリストを育てる、まあ、大きな媒体だと、ゼネラリストとスペシャリストは両方、まあ、育てているかなとは思うんですよね。 でさっき僕が言ったその、えーまあえー、ジャーナリストのバリューがどこにあるかというと例えばそのアイディアを出すという意味ではジェネラ,スジェネラリストが一番適しているんじゃないのかなとは思うんです、ね。やはりこの幅広い情報、まあ、浅いかもしれませんけど、まあ、いろんなこうアイディアをこうあの割り出していくというのはジェネラリストの役割になるんじゃないのかなと、まあ、今実際にそうでもあると思いますし。でやはりその えまだ世の中に出ていない本当にこう貴重な情報っていうのはやっぱりやはり今度スペシャリストが引き出す役割になるんじゃないのかなというふうには思っておりますあと最後にそのあのもう一つ日本のその報道についてのコメントなんですけれどもやはり言語モデルっていうのはもう初っ端からマルチリンガルなんですよねあの翻訳に非常にこう託しているものでやはり日本の 私とケリーさんはあのその国際報道機関で働いているんですけれどもあのやはり日本のメディアを見ているとその海外から入ってくるニュースのやっぱり日本語で読めるあの海外ニュースのまあ量と質というのがやはりまだまだ欠けているところがあるなというふうに思っていて。 やはりそ,それこそ,そのあの日本の、まあ、日経新聞さんや最新聞さんやらがこう海外に派遣している特派員とかもあの2年、3年で入れ替わったりするのでやはりそこでこう得られる情報というのがやはり限度があると思うんですよね、十何年置くわけにはいかない、まあ、今はそうしていない状況があのあの現実なので。 なので、まあ、僕からすると、その、えーえー、日本のメディアがどんどん A. I. を活用して、海外のメディア、あの海外ニュースをどんどん、こう。日本語で、あのー、広めてほしいなっていうのは、一つありますね。ねわかりました。ありがとうございます。じゃあ、ケリーさん、どうぞ。えっ、ー、と、その官房長官の会見の例を、ちょっと、あの。あの、その、話したいんですが。あの、じゃ、あ今の官房長官の。 記者会見に任せることはできるかというのはまあできないと思いますよ。まあ、一つのは、あのただロイターではもう毎日、加茂校長ああの,その会見を、えーとまあ、カバーするんですよ。でも、ほぼはあの見出しはしないんですよ。まあ、会見の中には、まあ、あのそういう国際の,、えー、とあの海外の方には興味あるものしか あの英語で見出しを出すので,でその選択のはまあ人間がするんですよねあの AI だったらまあ多分選択はできないんですよもうすべてのものを見出しになるということはじゃあニュースはどこにあるかはもう見えなくなっちゃうということですねあと AI あの人間の持ってる一つの大事なことのは緊張感ですね AI は緊張感はないんですよねだから特に通信社の経営者にとっては緊張感ないと仕事はできないんですよね だからそれだと例えば官房長官の記者会見をすぐにこう文字起こしをしたり、あるいはそれを AI で英語に直してそれを見て通信者としてはこれが海外に発信できる見出しかどうかと判断するというそういう使い方は可能ですよね。それは可能ですね。ねでもやっぱり最後最後最終には人間が選択確認するんですね。ま最終的にはそうですよね。でも今の官房長官の記者会見って。 海外に発信できるような見出しがつくようなあのかか会見ってありますかえまあ時々やりますね。<laughs> <laughs> あ,ありがとうございます全くないというのが出なくてほっとしましたけれども、はいえーまあえー、ここまでですね、まあ、今現在ど,うな、えー、どんな使い方をしているのかどんな課題があるのかということだったんですけどここからはですねもう第2セッションということにいたしますこう未来ですね、えー、つまり AI はメディアをどう変えるのか未来のメディアと報道という点で 考えていこうと思うんですけれども、で、その中で特に今非常に危惧されるのが著作権の侵害というのがあります。先日もですね、ネットメディアが日経新聞の記事をほぼ丸々というか大事なところをそのまま出しているということが大きな問題になりました。これこそ氷雪そのものではないかということになるんですが、未来のメディアというところで非常にとにかく まあ限られた条件の中でネットメディアが今非常に増えてるわけですね。で、やっぱりあのコストを削減するために限られた人数で、だけど取材に行かないでですね、とりあえずネット空間に出ているものを集めて記事に仕立て上げるという、そのときに AI がものすごく使えるよねっていうことになった結果、こんな大きな問題になってくる。これはこれからの未来、将来のメディアで、これがどういう問題になってくるのか。 まずはその日経新聞が被害者になった立場で、川さんいかかがです今の大規模言語モデルというか、まあ、チャット GPT の基盤にあるような技術ですけれども、まあえー、報道機関のニュースも学習に使われているというふうにも言われていますし、まあ、今、池上さんにご指摘いただいた件も、まあ、ある意味そうなのかもしれないんですけれども、われわれがですね、 発信している記事がある意味フリーライドというかただ乗りのような形で使われてしまっているというのは報道機関に身を置く人,人間としてはやっぱりすごく危機感というか持っていますあの、まあ、そもそも20年前ぐらいですねそのインターネットが登場して、まあ、私は、えー、記者になったのはちょうど20年ぐらい前なんですけれどもあの まあやっぱりそのメディアというものの役割とか位置づけというのは大きく変わったと思ってましてでそれは単純にその我々新聞社でいうと,えっと媒体が紙からどんどん電子化されていったとっいうだけではなくてえっとそれまで一部のテレビ局新聞社のみが基本的にそのニュースを発信する主体だったのがえまあ極端な話ネットが普及しえーソーシャルネット、えー SNS ですね、ソーシャルネットワークが発達すると、個人でもいろいろと情報を発信できるという時代になってですね、あのまあ、こうニュースを発信する主体というのは大きく変わったと同時に、もう一つ大きかったのは、ニュースというのはただで手に入るものだという価値観が広がったというのは、非常に大きいと思っております。 でえーまあ、先ほど私その生成 AI というのは、えっと、ネット空間上の情報を要約するのが非常に得意だという話をしたんですけれどもあの今すでにですね例えば Google とか Microsoft はネット上で発信されているまあその情報をまあ検索いわゆるインターネット検索と生成 AI を組み合わせるようなイメージで、えっと、例えばそのガザの今の状況を教えてほしいとか。 アメリカ大統領選挙の情報を最新の情勢を教えてほしいとか大谷翔平選手の今日の打席の状況を教えてほしいっていうとえまあ言葉でお願いするとえまあネット上の,そのえとニュースサイトとかからですねえと必要な情報をこう引っ張ってきて AI がもうその答えを教えてくれるでえ利用者側からするとまあいちいち NHK のサイトに行くとか日本経済新聞のサイトに行かなくても えもうそのグーグルならグーグルのえっと検索サービスの答えを教えてくれるみたいなあの状況にまでなってるんですねで、えー、とそれは実はそ生成 AI っていうのは間違った内容を答えるっていう課題は今ももちろんあるんですけども、えっと、信頼できる例えば NHK とか信頼できるソースから情報を引っ張ってきて要約してるので、まあ、かなり実はその正確性の面でもえっと優れた技術になっていますで これはです、ね、使う側からするとものすごく便利だと思いますしインターネットで無料でニュースが読めるようになったというのも消費者にとっては非常に大きなメリットというかいいことだなと思う反面先ほど私が言ったような申し上げたようなです、ね、例えばそのニュース事件紛争何か起きている現場まで人間のジャーナリストが行って話を聞いて事実かどうかを検証して 記事を発信するで適切な差別的な表現とかそういうのをその攻撃的な表現とか取り除いて発信するっていう、まあ、伝えるという行為も含めてで当然ながらそこにはこうコストと時間がかかっている、えー、わけですで、えーあのまあ、消費者から見るとそれでも無料で読める方が手に入る方がいいっていうのはその通りなんですけども。 結局のところそこにこう対価が支払われないとまあやはり我々えまあ記者一人一人も仕事としてジャーナリストというか記者を続けていくことはできないし我々のような会社もですねあの新聞なりニュースを発信し続けることはできなくなるだろうと思います。でまあこういうふうに言うとまあ単純に自分の会社とかですねえっと自分の仕事をこう守るその利益を守る う自己弁護をしているように思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもあのやっぱり例えば、その時の政権が発信する情報とか大企業が発する情報をですね、えっと、そのまま、えっと、全て真実,真実ということで、えー、みんなを受け止めるというよりもやはりそこにその今回の岸田首相の言っていることは、えーどえー、適切なことなのか。 え検証をですねあのした上でえで記事を書くというのがまあ報道の役割ですので,でそういう役割というのはやっぱり健全な民主主義国家においてはあの必要だというふうに思いますのであのまあやはりそこにきちんと対価が支払われるということは単純にこうえ自分たちの会社を守りたいとか業界を守りたいということ以上にまあやっぱり日本我が国にとっても あの重要だというふうにあの信じてえ私自身はいますしまあやっぱりあとは結局のところそれをですねその読み手の方とか国民の方読者の方にえとそれだけの価値を払ってそれだけのお金を払って対価を払ってえと読むだけの価値のあるニュースだ記事だというふうにえと認められるようなその報道を我々がし続けられるかっていうのももちろんあると思いますのでえとそこはま,あますますそういう,こうさっき申し上げたような技術革新が進む中で ま我々が、えー、いかにその存在価値を証明してジャーナリストとしてのバリューをですねえっといかに証明し続けられるかっていうことがこれから問われてくるかなと思います。はいありがとうございました。その未来という点でいうとですね今アメリカでニューヨークタイムズがですねあのチャット GPT が例えばいろんなこう新聞などをこう見て学習をしチャット GPT 自身のま能力を高めていくつまりニューヨークタイムズが勝手に チャット GPT の学習にに使われていることに対して裁判を提起起するとということが起きましたよねもしあれで裁判所がですねチャット GPT が勝手に新聞記事を学習してはいけないなんてことになったらそもそもチャット GPT 自身がもう存続しえなくなるかもしれないという非常に注目すべき裁判が始まっているわけですけれど。 これ,に対しこれについて例えばリードさんなりあるいはティムさんなり何かこお考えございますかじゃあティムさんからどうぞそうですね、まあ、人間の間にっ、えー、と人から学ぶことはあるんですよねあとなんか人にインスパイアされることはあるんですねでそれはもうまねはしていないんですけれども,ででも例えばあのリーチさんの記事を読んで あのそのままその言葉を盗んで自分の名前をけるのはもうそれはアウトですね。それは明らかにはあのダメなことですね。じゃ AI の場合はなんかえっとじゃどういうラインを取るのは非常に難しいんですよね。で,でも裁判になるのはそれはいいことだと思いますよ。でその裁判のおかげでなんかルールを定めることはできるんですよね。だから多分 いろいろ裁判が起こして、まあ、その後なんか、じゃ、この。場合は、まあ、これはもう調査権の被害になるとか、これはまあ、被害になってないとか、それでもう。少しずつは、あの、定めて、まあ、あの、その。あの、報道開始にとっては、いいことだと思いますよ。リートさん、いかがですか。そうですね、あの、そのニューヨークタイムズの事例からすると、その。 まあそれは裁判所の中からこう出した情報を囲いの中でこうえまあ言語モデルを当ててこうそこからこう情報を割り出すというシナリオはまあいろんなところで再現できると思うんですよね例えば、ブルームバーグではあのブルームバーグ GPT というのを開発していてまあ結局、情報端末 が商品なのでその中に入っている情報というのは記事だけではなくあの、まあえー、銘柄の,あの,あの、えー、値段の履歴や、まあ、いろんなリサーチやら、まあ、いろんな指標とかも入っていてそれを全て統括して、まあ、言語モデルを当てて。 で今度こう、わ、え、れ、ーまあ、我々はサブスクモデルなんですけど、まあ、あの実際に利用者にこう使ってもらうというあのことも開発しておりますしあの多分、一定のこう決まった情報特に、えーまあ、その媒体が所有している情報を基盤にした GPT というのはこれから いろんなところからも出てくると思いますね。はい、なるほど、そうね、一般的なこうメディア横断的な G. P. T. で,ではなく。それぞれのだから、あの、ロイ例えばあ、あの、トムソンロイター G. P. T. とか。はい、日経新聞 G. P. T. みたいな、そういうものになっていく可能性があるということで,あで。あ、もう全然あると思います。はい、いかがですか、これ。<laughs> 開発中ですか。<laughs> はい、あの <laughs>、えー、あり得る。 うーあり得るというか、そうなっていくだろうなと、私も思さまざま、はい、なあの AI がもうあのこれからできると思いますけだから、ロイターでは編集する専用の AI とかですね、そのジェネラルのものだけじゃなくて、なんか、そのためのものをもあのいろいろできると思います。 あのそういう、まあ、だからあの、まあ、ソフトの開発がそれぞれ進んでくる可能性があるということですね、で言ってみれば、その中である使える限りは著作権侵害にはならないだろうということですね、林、はい、先生、これからも、まあ、ニューヨーク・タイムズの訴訟もありますけれども、こう特にこの将来の,の生成 AI をどう使っていくかというときに、非常に障害になりうるのが著作権の問題ですね。これは どうなりそうななのかああるるいはどうあるべきなんでしょううかねそうですね著作権の問題私はあ,のあまり詳しくないので分かりませんけれどもやはりあの誰が書いたかっていうことをにきちっと敬意を払って使うっていうことそれが、まあ、先ほどの及川さんがおっしゃっていたそのニュースをただで読みたいっていうそういう、まあ、私たちはそこでお金なしで読,み読めるっていうことに慣れてしまうとですね やっぱりまあちょっとチャット GPT でも使ってもらえばいいんじゃないとかそういうふうにしてどんどんこう崩れていってしまうとオリジ,オリジナルっていう意味がこう非常に軽んじられてしまうそういう世の中にはあのなってほしくないなとは思いますただ他方でその著作権っていうのがあまりにも囲い込みすぎてしまわれるとですね あのパブリックの人がその情報にアクセスしづらいそういう状況も出てきているわけですのでそこはとても注意しなくちゃいけないなと思っています、まあ、いろいろなその議論があるんですけども私がしみじみ思うのは情報っていうのは1つの権力だと思うんですね。 なので例えば、ロイターとかブルームバーグで出てくる情報っていうのはやっぱ金融情報とか経済情報、まあ、今日も日経新聞も経済情報でそういうところのデータっていうのがどんどんとこう蓄積されて、まあ、性能のいいチャット GPT が出てくるかもしれません。ただ、 やはり世の中とか社会はその経済活動とか金融活動だけでは終わらないわけでそこには生身の人間が生きていていろんな情報があるでもそうしたものはで情報として蓄積されにくい情報とかあるいは情報として蓄積されるべきではない情報っていうのもあるはずだと思うんですね。でそういういものがてて一律ににチャット GP かけられて 言葉が引き出され答えが引き出されていくっていうそういう循環がこうで,きできてしまうと今あるその権力とか今あるお金持ちお金の場所がですねどんどん強化されていくっていうことがとても私,あの私としてはこう怖いです。まあ、あの何ですかね、えっと クレアド・ペレスという人が「インビジブル・ウェメン」という本を書いたんですけれども、まあ、こういうところで忘れられていくのがやはり女性とか、まあ、い,あのいろいろな意味のマイノリティの人たちが、まあ、情報を作る側にいない,い,にいあまりこういない人たちっていうのがどんどん忘れられていくっていうここのところをやはり意図的に、まあ、今少しずつその修正さはあるというふうには聞いてはいますけれども。 あの気をつけていかなくちゃいけないんじゃないかなって思ってます分かりました、特にあのジェンダーバイアスがあって、ですね世の中に情報、あふれてる情報の多くが、実は、まあ、情報を発信する側、とりわけ男です、ね、の立場でいろんなものが発信されている、それをまあ収集してで集めて、整理して出すと、結局、そ,そういう。 あのバイアスのかかった情報が出ることがあるんだということも改めて考えなければいけないというまあ問題提起だったと思うんですけれどあの例えばですけれどもねこうチャット GPT の著作権侵害の問題で言いますと例えばイスラエルとまあハマスの戦いという時に今何が起きているのかというところで言えばそれぞれの通信社にしてもメディアにしてもこれだからみんな共通して言ってるよね。 とということはチャット GPT がそのまま例えば出すだけどここの部分はトムソン・ロイターの独自の分析であるとかブルームバーグの独自の分析だというところを例えばチャット GPT が見つけてですねこれを出す時に、えー、一般的にこうハマスイスラエルとハマスの衝突はこういうことだけれどもこれについてブルームバーグでは何日付の情報でこういうふうに解説しているというそういうこう。の 媒体の、まあ、発信元を明らかにするという形でのチャット GPT がそれを出していくというやり方は将来的にあり得るのか、まあ、それぐらいのことだったら実はできるんじゃないかなってこう思うんですけど、それだと著作権侵害に当たらないんでしょうか、どうなんでしょうかね。ティムさん、どうぞ。それはいいアイデアと思います。あと逆にとトンソン・ノイーターが AI の えとっとスクタ記事を出すときにはちゃんと証明するのはものすごい大切ですよね。これ AI が作成した記事だということ。だからそういうあの解決方法はすまあすごくいいと思います。はい、えっ、ー、とリートさんいかがですか。そうですね。あのもちろんその読者にこう明確にそれをあのまあディスクレーマーとして出す。 というのもあると思いますけど、やはりあのもう1点は実際にそれを読む人のうん、何て言うんですか？あの責任もある程度あるんじゃないのかなと思いますね。やはりこうあの？まあ、これも教育の一環になってしまうんですけども、やはり。あの情報をどう入手して、それをどうこう見極めるのかっていうのが。 えー、まだその一般的な教育の中でこうまだ浸透してないような気がするんですよねあの、まあ、大学レベルでも高校レベルでも、まあ、どのレベルでもなんですけれどもやはりそのあの、まあ、これだけソーシャルメディアが広まって、えーまあ、個人が自分で情報を発信する世の中で、えー、その今までの教育だとこう ここの情報がいいここの情報が良くないっていうふうにこう白黒で教えてるじゃないですかもうその時代は何となく終わったなと思っておりましてやはりそのあのかなり早い段階からその人々にこう情報をどう見極めるかっていうスキルセットをあのもう教育の一環として取り上げてもいいんじゃないのかなというふうに思いますね。 分かりましたいわゆるメディアリテラシーということになると思いますね、このメディアリテラシーあの、今、実は小学校、中学校、高校でもです、ねえー、国語あるいは社会科である程度取り上げてるんですけど、昔はですね、新聞によって見出しがこんなに違うよとか、新聞社によってこんなに違うんだよレベルだったんですね、それが次第に SNS が出てくるとですね、SNS でさまざまな情報が出てくる。 そうすると、安易にそれを使うと人を傷つけることもあるんだよという、そういうレベルでの教育は今、ようやく追いついてきて、そこまではできてきたんですね。そこに突然、大規模この言語モデルが出てきて、じゃあこれをどうするのかという、常にやっぱり教育現場っていうのは、さまざまなこうメディアの進化も後からついていくという、そういうことになるんだろうと思うんですね。そのとき、多分今日今日、このウェビナーを見ていらっしゃる方の中でも、教育関係の方もいらっしゃるだろうし、 あるいは単なるこう読者受け手としてこういうあのフェイクなどもある中であるいは AI がある中でこれをどう,こう,いう,もう受け止めたらいいのか読み解いたらいいのかという問題意識を持っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですね。今度はその受け手というところでもえ林先生、これをすいませんねいきなりむ茶ゃ振りをしましてえこれはどのように考えたらいいんでしょうか。そうです,ねですからまあもう何度も話が出てますけれども。 情報っていうのはただではないということをやっぱりもう一度みんなで確認する必要があると思うんですよね。あのロイターあのデジタルニュースレポートっていうのが毎年出ているんですけれども、あのその中でですね、私が見たところでは、えっ、ー、と過去1年間にオンラインニュースに料金を支払った割合が日本は20カ国中最低だったというふうにありまして、多分日本はそのアグリゲーター というそのヤフーニュースとかそういうものをタダで見ておしまいみたいなことがこうまあ何て言うか集会になっちゃっているということがありますのでやはり情報っていうのにはコストがかかるそして情報には意図がある何か目的があるんだっていう読み込み方っていうのをきちっと そのただ単にそこにべたっと張り付いているでただで読むというその無防備なやりあの姿勢はこれからの時代ではもうやはり通用しないやはりクリティカルシンキングというのをきちっと身につけていく必要があるなというふうに思います大学も今それをあの学ばせるためにいかにこうカリキュラムを変えていくかということが大きな課題になっておりますはい分かりました。 そういうことうです。ここあ発信する側のジャーナリズム、ジャーナリストとして、受け手に対して、どのようなメッセージを伝えていけばいいのか、あるいは、こういうふうに受け止めてほしいという希望、そういうものがありますでしょうか。ティムさん、どうですかえっと受けとほしい希望のあ、ねえー、っとあまり考えたことないんですよ。じゃあ えっと私がまあロイターが発信するニュースを信頼してほしいんですね。あのロイターの中にまあいろんなまあブルームバグーもそうなんですけどあと日経さんもそうなんですけれども基準があるんですね。なんか基本的なジャーナリズムのルールがあの従っている会社ですのでだから信頼できるあのニュースだと思います。それを,あのそのそれを読む人は 受けてほしいんですね。とはあのとはツイッターとか SNS で見るあのニュースをあの簡単に信じるじゃなくてなんか誰が発信したニュースを見てまあ判断するのはまあ、すごい大切だと思いますね。それ一つのまあゾミとしてはそれですね。リードさんいかがですか。そうですね。まああの信頼するニュース。 とあと、やはりその役に立つニュースあの、それがポイントだと思うんですよねあの、まあし。信頼をしてもそれが役に立たなければ、あ,のある意味、バリューがあの出てこないので、やはりあのその役に立つニュースを世の中に出すで、それにはやはりリスクも伴うんですよね。やはりあのこう 一般的な常識的なことを発信するのではなく、あのやはり誰もまだ気づいていない危険なアイデアやあの、まま、情報も、えー、どんどん積極的に世の中に出す義務もあると思います及、ね、川さん、どうですか。<laughs> はい、あのー そうですね、まあ、今、お二人からもお話いただきましたけど、えっとまあ、私はですね、えーまあ、あえてこう古典的なメディアと言いますけども、まあ、テレビ局なり新聞社なり、えっと、そういう、まあ、いわゆるオールドメディアと言われるような我々のような、えー、報道機関が報、えー、じていることはすべて正しいというつもりはあの正直言うとないんですけれどもただ、えっと、少なくとも間違ったことを伝えないようにというやっぱりこう真実な 何かっていう話をまあ厳密にしだすと非常にこう難しいんですけど間違ったことをえー伝えないようにしようとかですねえと読者からの信頼を大切にしようと思ってえと極力その正確な情報を発信しようと思って努力をしていることは間違いないのであの全てが全て正しいというのはなかなか難しいことだと思うんですけど少なくともその努力はしているしこれからもし続けなければならないだろうというのがまあ我々の立場ですね。で えっと、今、池上さんもおっしゃっていただきましたけど、ま,あ、まずその AI 以前の問題として、えっとまあ、特に SNS が出てきて、ですね今まさにガザで X という、まあ、旧ツイッターのプラットフォーム上でものすごくあの、えー、偽情報というか、不確かな情報が出回っているということが問題になっているんですけども、えっと、そういう現状が非常に起こりやすくなったというのは間違いなくあって、えー、まあこれ、 あのリテラシーというか特効薬はあのさっきクリティカルシンキングというお話もしていただきましたけどないと思うんですけれどもあの基本的にはえっとやっぱり読み手まあ私自身も1人の読み手でありますけどもあるニュースというか情報を記事に接した時にまあその一定のことが正しいかどうかというのを一歩引いてですねあのやっぱり自分の中でえっとまあ判断するようなできるようなやっぱりこう素養というか。 力量を身につけなければならないというのは正直言うとあると思ってまして、まあ、そのためにはより、まあ、我々のような新聞を読んでいただくのでもいいしいろいろなご意見のいろんな意見に触れて多角的な視野を養うとかですねそういうことも含めてやっぱり判断基準を築かなければならないますますそれが重要になってくるだろうというのは えありますで特に重要なニュースについて言うと、まあ、複数のまあ信頼できる、まあ、信頼できるって言い方を相手しますけども信頼できるソースから、えー、と情報をやっぱり入手するということは重要で、まあ、来年はあの非常にこう国際的にも重要な、えー、台湾の総統選とかです、ね、アメリカの大統領選挙とかもありますけれども、えー、きっとそういうことがあの世界的にも関心が高まるんじゃないかなと思います。ですいませんあの、えー、と今日は生生成成 AI AI についてののの話なので,で生成 AI 時代の えっと、やっぱりある種の恐ろしさというのは特に画像に関連して、えっと、フェイクの画像が、えーまあ、素人というか、えっと、普通の人でも簡単に作れるようになったとっいうのは、えっと、ある意味では恐ろしいことだなと思っています。えっと、今年の春ぐらいですかねトランプ前大統領が警官に拘束されるような、えっと、画像が AI で作られたりとか、えっと、ローマ教皇が若者風のこうファッションに身を包むようなですね えとそういうフェイク画像が使われた作られたりとかえとそういうことがありましたで今までで言うと一定の,の CG とかのスキルを持ってる人のみができたことがですねえまあ普通の人にも技術的には少なくとも簡単にできるようになってきていますでえとアメリカの例えば国防総省の周囲で爆発が起きたというですねこれまたフェイクの画像とともに出回ってアメリカの 株価が下がったという事件が先日もありましたけれどもこれからはそういう画像とか一見すると信じ得られると思うようなものでもフェイクの可能性もあるし音声もそうですね私なら多いかという人間なら多いかという人間の声すら AI で合成できるようになってきているのでその辺の技術の進化に対するリテラシーも必要なのかなというふうには思います。 はい、特にあのアメリカ国防総省の近くでの爆発事件ですね、あれで株価が下がったというのを見ると、あこういう形でか株で、要するにま利益を得ようという、そういう犯罪集団がありうるんだなということになりますと、特に通信社はあのまあ速報が命ですよね、あるいはまあ日経新聞さんもまあ経済ニュースということになると、そのフェイクによって株価が変動してしまう。 あるいはとんでもないことが起こりうるというそういうリスクをこれから一段とこう警戒しなければいけないということになりますよね。そういうところでなんか通信社としてのなんか対策ってあるもんなんでしょうかうあるのかないのかこれから考えなければいけないのかティムさんいかがですかえと非常ににに難しいでですね、うん、やっぱりあのソーーシャルメディア前前はは、まあ、インターネット前には、まあ、ある意味でなんか通信者が、まあ そのの情報の独占あったんですよねで今もう完全にもなくなって、どこかでなんか事故が起こる場合には、その現場にいる人はますぐになんかソーシ装飾見ディでそれ発信できるんですね。で、だからいろんなところが情報が入るんですね。で、通信社にもそれを使ってるんですね。その,人,あの取った人の記憶を得てあの配信するケースもあるんですが。 そ,れどうあのそういうフェイクニュースを防ぐのは、まあ、ある意味でできないんですね、なんか発信はまあされることですので、でも通信社としてはもうちゃんと確認して配信するあの組織ですので、もうそれでもそう信,じ信頼してほしいんですね、なんか自分なんかどこか,どこかのソーシャルメディアを見て、もうあやばいなとか、株を売りましょうという。 すすするるるののはは、まあ,ある意味ででちょっととアホですねそういういことするのはだからちゃんと確認してから行動しましょうということをまあ伝えたいんですね <laughs>、はい、ただ、特に株の場合これから下がりそうだとなればその前に売ってしまおうとどうしてもそういう動きがありますからそういう人間に心理を利用して、まあ、空売りをしておいてからフェイク情報を出すということはあり得るわけですよねまあ確かありえますね。ええ、はい ただ私の場合はあの時その情報が出た時にちょっと待てよどっか通信社がそれをまあトレースしたのかなと思ったらどこの通信社もそれが出てこないははこれはフェイクだなっていうのはそういう判断の仕方っていうのはできるんですけどなかなか一般の人がそれをできないというそういう問題がやっぱりあるんだろうなっていうふうに思いますねえまあここまでそういう問題いろいろ言ってきたんですがまあ最後にですね これまさに未来ですよね。この生成 AI などをまあものまあいいところをうまく使ってこれからのメディアっていうのはどうあるべきなのかある種ちょっと理想的なものを考えたいなと思うんですが、リードさん何か披露したいものがあるそうですね。そうですね。あのまあこうメディアがどうえこう言語モデルを活用できるのかっていう一例をちょっと用意いたしまして、あのまあこれはあの。 一般市民でもできることなのであの必ずしもそのあの報道陣が独占して使うことではないと思うんですが例えばなんですけれども、えー、ちょっと事前に見つけてきたこの NHK さんと池上さんとのインタビューを見つけてきてですね、えーえー、でここに、まあ、Q&A がこうちゃんとありましてでちょっとかなり長い あのインタビューだったと思うんですけれどもあのちょっと省略して、まあ、ちょっと半分ぐらいの長さの文章をちょっと、えーまあ、画像とかをちょっとあの差し引いて用意したんですけれどもじゃあ今度これをまあ普通のこう記者が誰かとインタビューしたシナリオを想定してあの、まあ、チャット GPT を使ってこういろんなちょっと面白いことが。 これは個人的にいろいろ実験しているものなんですけれども、ちょっとお見せしようかなと思っておりまして、例えばなんですけれども、ちょっと事前に用意した質問がいくつかあるんですけれども、まず一番もう無難な、このインタビューを日本語で省略してくださいというコマンドを入れますね。 論旨不明確なので要約できませんとは出ませんから。<laughs> <laughs> これはもう一般的にもう,こう多分誰でももうやっていることだと思うんですけれども、まあちょっと短めに質問と回答を出してます。池上さん覚え覚えあります。 と,っ <laughs> えと次にですねあの例えば記事を書く場合にじゃあこのインタビューの中からえートップ3のコメントを見つけよう結構使いそうなコメントがこう引き抜かれましたよねはいそして次にですね 一番いいコメントどうでしょう <laughs> と出ましたでこ,れこの質問結構個人的に面白くてですね聞いていない質問何を聞くべきだったのか ということです、ね、あとまあ,あのちょっと遊びでいろんな質問も聞けるんですけれども例えば三島幸雄幸雄この幸雄ですよねのスタイルでこの記事 このインタビューをもとにした,した記事を書いてください。 なんとなくな。ぽいですね。すね <laughs> はい。あの英語でも結構ヘミングウェイスタイルで、こう。あの、書かせたりして。いろんなこう、あの。こう面白いやり方がある。これも、まあ、ある意味。えー、まあ、メディアの未来というか、まあ、一つのこう可能性。はあると思うんですよね。例えば。えー、もう。ほとんどデジタル,ジタル化されているので。あの。 元の情報があってそれをどう処理してあと消化するかっていうのは個人個人で選べるようになるんじゃないのかなと結局例えばこれを画像化してあの見たいとかあのテーブル表にしてまあ情報をあの消化したい。 まあい,ろいろんな方法あると思うんですけれども、要するにこれはもう記者のツールだけじゃなくて、一般市民のツールになってもいいんじゃないのかなというふうに思いますね。そうすると、一般市民がまさにこういうことを使えるようになったら、最初の,あの林さんの先生の問題提起ですけど、プロのジャーナリストはどう,どう生きていくことができるんですか。まあまああ僕は先ほど言ったあの 1つはやっぱりまだデジタル化されてない情報を見つけてくるもう1つはやっぱりアイデアを見つけてくるわかりました <laughs> <laughs> いやこな,なるほどこんな形で本当にいろいろ遊べるなとは確かに思いますしこれをまた教育現場のツールでちゃんとこれを使いながらどう生かしていくのかっていうこの新しい応用の方法もあるんだなとは思いますけれどさあ、えー、改めてこう 報道の将来についてですね、この大規模言語モデルをどう使っていくのかという、今後の課題、あるいは将来像について、ティムさん、いかがですかそうですね、あのあのまだ見えてこないところはいっぱいあると思うんですよね。では、AI のまだ入り口に入ったところ、あとは95年の あのインターネットがもうあの人気になった頃にはまあその30年後まあこうなっていることはまあ想像もうほとんどの方は人は想像していなかったと思うんですので30年、20年後10年後の AI のえと新しいビジネスとか使い方というのはまだ見えてないところがいっぱいあると思いますだから、想像あの将来どうなるかのはまあ予想するのは難しいと思うんですよね、ま。あ 自動化はまあ確かは進むと思いますので,ではあの今までの工場の自動化、まあ、腕の自動化はこれからノミスの自動化になるただあのジャーナリズムだけじゃなくて、まあ、あ医者の仕事とか、まあ、医療、えーとまあ、弁護士の仕事とかいろんなところにはまあ影響はあると思いますが、まあ、ジャーナリズムだけには,、まあ、はすぐにはえと変えるところとしては例えば その編集デスクの5人がいる、編集デスクは1人になるとか、そういう可能性は非常にあると思いますので、あと、その簡単な記事をまあえと AI が制作できるところですね。で、その後とはまあどう変わっていくのかはちょ,っとちょっと予想したくないんですよね。<laughs> 予想したくない、はい。及川さん、えー、ティムさんは予測したくないとおっしゃってますけど、いかがですか そうですねあの、まあ、インターネットが、えっと、出始めたというか、えっと、出てきたときも、この技術を、えー、そのメディア産業の中でどう取り入れるかっていうのは、まあ、会社によってというか、報道機関によっても、まあ、新聞社と言ってもいいかもしれないんですけど、えっと、いろいろと戦略の違いが現れた部分はあると思います。でえっと、生成 AI についてもですね えとおそらくあの技術はもちろんこれからどんどん発展していくでしょうし、えー、とその取り入れ方というのが、えー、といろいろこうメディアの間でもまあ差が出てきたりだとか、えー、考え方に違いが出てきたりとかそういう可能性はあるかなとは思っています。で例えばそのチャット GPT がです、ねまあまりにも有名なツールなんですけども、えー、とこれだけで、えー、とやっぱり生成 AI のことを語るっていうのはちょっと多分 間違っていてい今これメディア業界だけではないんですけどいろんな業界であるいはいろんな職種例えば経理部門人事部門経営企画部門とかですねいろんな部門でどういう使い方をしたらその生産性を上げる効果が得られるかっていういろんなツールが登場したりその使い方の研究みたいなものが日本企業の間でもそうですし世界中の企業の間で。 えどんどん進んでいってこんな使い方をしたらもっとこんなことができるっていうこうアイデアがいろいろ出てきてる段階なんですねで中にはメディアがやっぱりこう取り入れられるものもあるだろうしまず先ほどのその会見のですねえと音声のおこしとか記録もそうだと思うんですけどえとできるものはどんどん AI を活用していくっていうのはそういう方向にならざるを得ないしまそれがあのできるえとメディアが ある意味経営的にということになるかもしれないですけど競争上優位になっていくということはあるだろうとでただあのさっき申し上げたみたいに、えっと、最後の,です、ね、そのコンテンツを作るというところまで AI に任せるかどうかというのは、えー、これは本当に、えっと、各社によって、えー、判断が分かれうるところでもうどんどんやるという会社が出てきてもおかしくないと思ってますしあの、まあ、日経新聞のように そこににについいては非常に慎重に考えるるととうメディアもあり続けると思います。でそこがどちらが正しいかというのはそう簡単に答えが出るテーマではないと思うんですけどそういうのも含めてですね自分自身この業界に身をく置く人間として常にそ,のそういう問題が自分の周りにあるんだということは認識をして一人の記者として考えていきたい。 と思いますちょっとあんまり答えになってないかもしれないですけどはい、はい、ありがとうございました、えー、はい先生生 AI、まあえー、で、まあ、どのような未来が考えられるんでしょうかはいありがとうございます、えーまあ、今日のお話を聞いてて3点ほどちょっと言及したいなと思いました 1>, 1点目はそのチャット g p t とか、まあ、生成 AI の,このテクノロジーとそしてまあ言語モデルを使ったそ,のそういうプログラムですよねこれが企業のものなのかなっていうのがちょっと気になりました実はこれは公共財でもあるはずで、まあ、市民がみんなが使えるっていうところもにいいところもあると思うんですねなのでさっきの,その著作権の問題がいろいろあるとはいえ もしですねこのチャット GPT とか、まあ、いろんな生成 AI というのが企業ごとに開発していったりとかあるいは囲い込みで、まあ、例えば金融のためのとかってなるとまたここにその,その何ですかねこのテクノロジーを使える人と使えない人の格差が出てきてしまう。 で企業でもそういうものが持てる例えば新聞社でも大きな新聞社だったらそういうものを開発できますけど小さなミニコミ紙とかそういうところは、まあ、な,ないわけですよねそうするとあの質の悪いものしか使えなくなってしまうとかですね。あるいは国単位で まあ、あの豊かな国ではこういうものを開発しそしてそれに見合った法制度が整備されきちっとこうあのできますけれどもそうじゃない国が世の中にはたくさんあるわけでそうするとまだ法整備のない国はですねそういうところでいろんなその、まあ、あのソフトウェアが実験をしてしまったりとかですね あのま,あまずい使い方がどんどんそういうところから広がっていくっていうそういう問題をやはりこう考えていかなくてはいけないなので透明性とか著作権の問題とかいろんな問題があるんですけれどもそれをやはりグローバルなスケールそしてやはり富の格差の中でどういう形で利用していくかってことは考えなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思いました。点目がいろととと使ってまずいところとか あの間違えるることとがあんんだと思うんですねで私はやっぱりこういうものは新しいテクノロジーでティムさんがおっしゃるようにまだこう予想できないこといっぱいあると思うんですですのでやはりこう失敗したことあるいは何が限界なのかっていうことをみんなで少なくともシェアしていくそういうプラットフォームがあるといいなというふうに思いました。 あのどういうふうにチャット GPT が開発されていくかということとは別に利用者の側で例えばジャーナリストの側でそういう勉強会を開くとか何が間違えたのかとかどういうフェイクニュースが出てきていてあのちまあ地域にこう影響があったのかとかですねそういうことをシェアするところがあってもいいかなと思いました。それに続いて3点目なんですけけどもも私たちの受け手の受側も あの教育で日本だとその情報っていう科目高校とかあるんですけどどっちかというとプログラミングみたいなものテック,テックの時間みたいな感じになっているんですけどそれとは別にやはりあの情報をどうやって読み解くかまあメディアリタラシーという言葉がありましたけれどもいろいろな情報をクリティカルにこう吟味して読んでいくそういう力をつけていくこれがまあこれからの その教養というかでもそのためには先ほど言ったような失敗例や限界っていうのをパブリックな場でこうみんなで共有していくような場所があってそこから私たちやそして一般人学生や子どもたちも学んでいくようなものがあのこう教材ができていくっていうそういう循環があるといいなというふうに 思いました。はい、三点です、はい。ありがとうございました。えー、以上、まあ最初のセッションと二番目のセッションで、まあ今の、えー、AI と報道のあり方、えー、課題とそれからもう可能性というのが見えてきたと思うんですが、ここからはあのいろんなあのウェビナーをご覧の方へからの質問をね、えー、小玉理事長あのご紹介をお願いいたします。はい、あのえまずありがとうございます。えー、実際ですね、やはりもうこれだけもちろんあの モデレエーターの司会を経てパネルの皆様の議論が大変あの充実していたということのおそらく調査だと思うんですけども相当の質問が出ておりますので少し私もあの整理してですねあのまずは林先生にご指名で質問がありますので、えー、あの読ませていただきますあのあの若干あの時間の関係もあるので短くする可能,性が可能性もありますからご了解ください、えーえー、女性やマイノリティの声を反映させ 既存のバイアスが強化されないようにする方法についてス教授が指摘したことに非常に興味を持ちましたとでこの点について何かこれ生成 AI の利用の中でですけれどもアイデアがお持ちですか 何かアイデアをお持ちの方はいらっしゃいますか、失礼します、これはだから他の方も含めて、パネル室の方も、まあ、でも林先生の方にも問われております、そしてまたこの新技術の可能な前向きな利用方法について、さらに創造的な青空思考を与えてくれる若手の登壇者によるフォローアップパネルも見てみたいこれはまあ我々に対する、主催者に対する追加の要望ですので、直接関係ありませんけど、まあ、いずれにしても繰り返しますが、 こういうバイアスが強化されるための方法としては何か具体的にアイデアがございますかという質問です。お願いしますはいあり,ますあ,りますあります。というのは、そのテック産業とか情報の,その開発の分野はです、ね、もう圧倒的に男性が多いんですね、日本だけではないと思います。しかも、まあ、白人の男性が そうしたその情報産業、そしてテック部門の主要なその意思決定にこうまを占めているというそういう統計があります。でそういうことをやはり変えていく、やはり多様な人がいろいろなそのチャット GPT だったりとかまあいろんなプログラミングに関わっていくことで。 少だからすぐにはできませんけどもあのきちっとしたあのテクノロジーの社会的利用をこうあの見据えたあの何ですかね開発の体制を整えていくということがまあ私たちあの特に私はその技術の社会的利用の観点からいつもあの申し上げていることです。 この質問は失礼しましたジョーン・アンダーソン記者さんからの質問でした続きまして ABC ニュースのアントニー・トロッターさんからあのもう議論がある程度されてるんですがメディアの未来についてと、えーえー、質問が2つございます、えー、1つはですねまず人間がチェックした事実を AI に与えたとしたら AI は記者の1人と同等の質の記事を書けると思いますかと でもしそうであれば AI は記者の役割をファクトチェッカーに格下げすることになりませんかそれから、えー、関連して、えー、ともうーますますこの AI テクノロジーによって、えー、競争の場が、まあ、平準化しているように思えますがあのニュースの報道に必要な人員や資源は 減る可能性があるのではないですか、大手の通信社は、ポイントはこれですが、マルチタスク化する将来において、より多くの役割を担えるように、スタッフを再教育する計画を持っていますか、先ほどのジェネラリスト、スペシャリストの議論もあると思いますけれども、これ、例えば、リードさん、いかがですかあの、どういう観点からでもお願いしますすそうですねあのジャーナリストがファクトチェッカーになると思いませんね、逆に AI がファクトチェッカーになると思います。あの特にあの さっき説明したその囲んだ情報をもとにした場合にあの十分 AI はそこら辺のファクトチェックをまあ人間よりもあの早くえ的確にあのそういうことはできると思いますね。あの2点目何でしたっけ、えー、2点目はですねあのマルチタスクをああ。 あの担える人材を育成する、そういう方法に変わる必要はないですかというあの例えばなんですけど、美談編集なんか、えー、2 3 0年前というのはもう大変時間のかかる作業で、まあ、本当にテープを巻き戻して、えー、まあほとんどアナログの作業でした、その前もフィルムでしたよね、実際、ハサミを使って。 切っっててニュース番組も作っていたわけで,でそれがどんどん進化して今はもうラップトップでビデオを編集してま,あそのあのまとめた映像を世の中に出すことができる要するにあのテクノロジーでその中に入っているあの AI 言語モデルというのももう一つのツールに過ぎないと思うんですよね。ジャーナリストとは何か っていう時にやはりその情報に適した形ビデオであったりグラフィックであったり文章であったりあのいろんな形その情報が一番こうあのクリアに世の中に鮮明に世の中に出るためにはどのプラットフォームを使えばいいのか。 その判断を人間に任せて、でやはりそのどこに載せるかっていうのはもうどんどんそのツールとしてあの増えていっているので、あのそこはそこでこうあのニュースに適したツールを使って出せばいいかなとは思うんですよね。今まではやはりその例えばビデオジャーナリストと文章を書くテキストジャーナリストというのはかなりこうあの。 あまり交流というかもうほとんど別の世界のような扱いだったのがどんどんこう近くなってで結局、同じ人が両方できる時代にもなってきて、まあ、あのそれがやりやすくなったのがテクノロジーのおかげなのでどんどんそれは逆に活用すればいいんじゃないのかなと思いますありがとうございました続きましてです、ね、及川さんへのご質問になると思います。 新聞の一面トップやウェブサイトのトップに掲載する記事はニュース性や世間に与える影響力世間の関心の大きさなどを考慮して決まられてきていると思いますがこの作業は今後この作業にすでに例えば新聞社は AI を活用しておりますかあるいはさらに今後 AI を活用する可能性はありますか。 という質問ですこれは西谷由美子さんの質問です。はいいありがとうございます,あのです、ね、私は、えっと、その編集のニュース編集といいますか編集局日経の場合で言うと編集局というんですけども新聞の一面の記事のどれを一面のトップにするかとかインターネット版でどれを一番トップのページに持っていくかという判断をしている人間ではないんですけど 私の知っているえっり AI を使ってです、ね、価値判断をしているということは日経新聞の場合はなくて、えーとまあ、おそらくこれからもないと思います。というのは、まあ、先ほどの,その、えー、記者一人一人責任を持って報道をしていくのはあくまで人間ですというのは記者一人一人もまあそうかもしれないんですけど、えーまあ、日本経済新聞として 責任あるる報道をするとか日本経済新聞としてこれをこうやっぱり読者の皆さんに伝えたいニュースだっていうふうに判断するのは、まあ、やっぱりこうこれからそれこそ生成 AI で、えーとまあ、いろんなコンテンツができたり先ほどの話じゃないんですけど、えー、と AI がもしかすると記事を書くような時代になってきている中でやっぱりこう日経というメディア をですね、えっと支持してもらい続けるためには、えっとまそこが我々の拠り所だという判断があのあるんだと思うんですけど、まあその意味でこれからもおそらくそこは変わらないんじゃないかなというふうに思います。ただし、あの昔と違ってですね、あのやっぱりインターネットの時代になって、えっとやっぱりこう読者のニーズとか世の中の関心とかけ離れたことばっかりあの。 これがその日経新聞として重要だからあの、えー、皆さんに読んでくださいあの読めというふうにです、ね、あの押し付ける時代でもなくなっているとは思うので、まあ、当然、その読者の関心とか、えっと、どういうニュースに、えー、まあ今皆さん関心をお持ちかというのは絶えずあの研究はしているしウォッチはしていると思いますけども、えー、繰り返しになりますがその価値判断そのものに大きく影響するかというと、まあ、それはないのかなという,ふうに思います。はい ありがとうございます。ai を用いるということはないということですね。はい、すみません。失礼しました。あと3問ですので、ちょっとクイックで質問させていただきますが、これはもしあのモデレーターの池上さんにお答えいただくのが、あるいは及川さんです。あの記者クラブとの関係でですねマックス、えー Max、佐藤さんから次のような質問があります。ai の活用が進むことで、日本の記者クラブ制度は変わると思いますか？拡大するか縮小するか、消滅するか、あるいは皆さんへのご質問です。ということですが、あるいはどなたでも。 ティムケリーさん。えっと、まあ、ロイターも一応、日本のキーシャークラブの。まあ、ところどころのメンバーなんですけれども。多分、あまり変わらないと思いますけどね。まあ、多分、そのまま。今までは、今までの、なんか、筋根は。その理由は。簡単に、もし。なぜでしょう。えっと。あの、キーシャークラブは、なんていう、あの。と、先端にある。ところなんですよね。だから、その裏に。まあ。 AI は使われる可能性あるんですけれども、でも、その騎士クラブに、棋士クラブであのいる記者がもう机でえとまあ待っているとか、その現場でなんか、取材をやってる方ですね、だから、AI は使われると、そのところで使われることはあまりないと思いますよね。池上さんの あのこれはあの記者クラブっていろいろ問題があったり閉鎖性があったりですねそういう問題がまた別途あるわけですねだから AI とは関係なく今記者クラブ制度自体が非常に問われていてもっともっと開放的であるべきだえ特権階級であってはいけないんだろうというそういう問題がある一方でジャニーズの記者会見を見るとですね いやあんなに大混乱もまたなってしまうというところもあるわけですね、えー、なので、えー、そこの中間地点であるべき姿が今まさに模索されているところかなってこう思いますそこに AI がどう関わってくるのか現時点では見えませんけれど今時点ではあの特設それとは関係なしに 記者クラブ制度のありがとうございうとますあござ2問クイックでございますけれどもあのメディアリテラシーの話と、まあ、日本、えー、教育の話なんですけれども一つは山越淳さんからの、えー、質問で、えー、読み上げます、えー、AI のシングラリティが達成されるかいつになるのかがよく話題になりますがそもそもそれ以前に人間が人間のが記者による その記,事と記者が書いた記事と AI による記事,の記事をです、ね、見分ける鑑識眼を持てなくなることの方が先に来るのではないかと思いますとで先ほどの日銀政策の例も2%問題が入っていたものができそれを記者による記事と比べた時に記者による記事を選べる能力がある人がどれだけいるかと思います。 ででそうした中で人間の鑑識がリテラシー AI よりも人間の方を信用するセンスをどう維持、育てるべきと考えますか、まあ、かなり議論にはなったと思いますが改めて、もしどなたかこのに対するお答えをいかがでしょうか。やはりり学校のの中ですよねか、はい、かなりこう若いあの、まあ、年のい年齢低段階から メディアリテラシーというのを、こうどんどん育成していくことが大事なんじゃないのかなと。思いますね。まあ、いろんな意味で教育制度も変わらなければいけないと思います。はい、先生、ありがとうございます。<あ>お願いいたします。はい、あのクイックですけど、あの。あとは専門知識っていうのがすごく問われるんじゃないかと思います。そういう鑑識。がんを持てる。人っていうのは、やっぱり。 どうしても必要になりますからどこまで深く知識があるかということでまあこれが AI だったのかどうかっていうのはまあ見えることになるというそういうことだと思いますはいありがとうございますそれでは最後の一問でピーターマギルさんからのあのメディアにメディアと AI のさらにそのむしろそのそれよりも広がりがある質問ですが読み上げます急速に進化する AI の外国語翻訳通訳 さらには教育能力は日本にとって非常に大きな価値を持つ可能性があ,るあります。登壇者の方はこれをどのように見ておられますかとそしてどのような恩恵がもたらされると思いますかどなたででもお願いできますでしょうか。まあす,すでになんか次あの翻訳のソフトはまあ簡単にグーグルとかでもできるんですよね。だからすすごいい価値ああると思いますよ。ただあの。 あの外国の記者にもあのそれを使ってあのまあ仕事あの簡単できるっていう可能性もあるんですね。とは全く日本語できなくてもある程度はそれを翻訳ソフトを使って日本の,なんかその記者会見とか日本のえと政府があの出してる種類をとかも読めるだしもうすごいまあ非常に使えるえと技術だと思います。 あの私個人的に DPL を使ってるんですけど、DPL はちゃんとお金を払って、ですね,、えー、あのね年間6万円払って使っておりますけど、やっぱり海外のさまざまなメディア、あの英語のメディアだとや、やっぱり私、読むのに時間かかるんですよね、だからとりあえず DPL でざっくり、あこういうことなのかっていうのを大量にこう情報収集、情報整理をするっていうことはできるかなと思いますし。 ロシア語ウクライナ語は私全くできないので、これはやっぱりディープエルでざっくりとロロシア語あるいはウクライナ語のあの新聞が電子版で何が書いてあるのかなってことを知るというそういうことにまあ個人的には使っているということだと思います。ありがとうございました。え少し時間がすみません私のハンドリングがちょっとまずかったか過ぎましたけれども、それではいよいよ最後のまあ総括セッションということで再び阿部山さんよろしくお願いいたします。はい。えー、まあ、えー、それぞれまあ。 様々さまざまな形でですね、問題点あるいは可能性というのが見えてきたのかなってこう思います。それで改めて、じゃあこれからどうあるべきなのか、最後に皆さん、1人ずつメッセージをいただければなと思っています。じゃあ、画面の一番右側のリートさんから順番にまいりましょう。そうですね、まあ、あのやっぱりこういう新しい技術、新しいツールを見ていると、まあ 個人的にはあのまあ一つは、えーまあ、記者のバリューがどんどん鮮明になって見えてくると、えー、もう一つはやっぱり効率が良くなるっていうことですよねやっぱり仕事の流れがこうどんどんあの良くなるとそしてまあ読者視聴者にとっても、まあ、ものすごくこう情報を入手して処理して理解する道具にも なるんんじじゃゃななないいいいいのかなとううふうに期待ししておおりまますすははさ願るべく短い方がいいと思うんですけどあの私自身、まあ普段 AI の取材とかをしておりまして、まあ、AI というテクノロジーについてあの取材していると時々思うんですけど、まあ、この技術を通して、まあ、非常にこう人間って何だろうというか人間の役割とか価値って何だろうというのを、えー、考えさせられることがあ,のあります。 でま,あ生成 AI はまさにあのそういう技術だと思うんですけどもまあえ我々そのホモ・サピエンスというまあ人類はですねまあ他のこう生物にはないこう高度な言語能力を手に入れてで文字というものを発達してやっぱりこう文明を発展させてきたという歴史を持っていてでまあ,ある意味人類史上初めてあの人間以外にこんなに文字,文字というか言葉をですね流暢に操る存在に我々今遭遇をしていてえまあ 過去になかった状況だと思うんですねで当然、我々のような報道機関とか、えー、ジャーナリズムもその影響をあの免れることはできないわけなんですけれどもあの、まあ、私自身もこの技術が出てきたらやっぱり改めてその、えー、報道の役割とか、えー、自分自身の記者という仕事ってどういう仕事なんだろうというのを考えさせられる場面が増えています。で先ほどどからのお話にもありますけど まあやっぱり人間にしか書けない記事、まあ、それが何な,んだなのかと言われると,、まあ、ちょっとまだ現状で言うと,ちょっと根性論みたいなところの範囲が出ていないような気はしますけどもやっぱりそれを書く、えー、必死で我々も研究していかなければいけないなという,ふうに思っていますし、えー、今、日本はちょうどです、ね、その旧ジャニーズ事務所の問題とかいろいろあってそのメディアの役割とか、えー、とそういうものが改めて問われる時期で、まあ、世界的にも ガザの問題とか起きてですねその報道の役割とか存在意義というのが改めて問われている時期だと思うんですけれども、えー、まあ我々は、は、まあ、これ生成 AI との向き合い方というのは必ずしもあのまだ答えが見つかっているものではなくて考え方はその報道機関の中でも、えー、ジャーナリストの中でもそれぞれだと思うんですけど、まあ、やはり改めて一人一人がえっと今からの時代にまあ自分たちの役割は何,何なのかということを考えていくことが必要なのかなというふうに思っています。はい えっ、ー、とまあ,あの私より頭のいいものはまだすでに,、まあ、すでにいっぱいいますのでそんな AI が人間よりは頭良くなるのは、まあ、そんな心配はしないんですけれどもで、まあ、AI はただのツールですねあのどうやって使うのはのポイントです、ねまあ有益な方法に使うか有害、まあえー、な方法なんですけれどもだからそのちゃんと,、えー、とみんな集まってなんか じゃあこういうルールを定めましょうというのはま非常に大切ですね。あとまあ今日皆の話をあのえ聞いてすごい非常にいい勉強になりましたのでありがとうございます。はいありがとうございます。じゃあ愛先生。はいあの現場の最先端のいろんなお話を伺っていろいろと思うところがありました。まあ、私3点ですけれどもやはり情報とかデータっていうのがこれからは あの権力となりそして金となっていくっていうことはまたこう強化されるのかなと思いましたが逆に権力や金がデータとか情報を支配していくっていうそういうこの2つの双方向の流れが強化されていく社会の流れっていうのはもうこれであのまあ今までもそうだったんですけれども新しいテクノロジーによって私たちの頭の中まで入り込んでいくようなテクノロジーが こうしたあの支配の何て言うのかな支配にリードされていくということは、まあ、気をつけたいと思いましたでところがですねそ,のそうではあるのですが今日お話を伺っててでもやはりジャーナリズムとかですねあのまあ教育とかそうしたプロフェッショナリズムそういうものが。 そのカウンターになって私たちの人間性を取り戻していくんだっていうところに希望があるんだというふうに思いますまあ、そこをまどうやってこれからキープしていくかというのが私たちの課題かなと思いましたで最後にそれをどうやってやるかっていうことなんですけどもやはり私たち間違えたりやはり失敗することっていうのがこれからどんどん出てくると思うんですねでやはりそこの あのフィードバックとかをシェアしていくっていうことがですねその人間性をかろうじて保ちそして、えー、まあ一方的に支配あの金や権力に支配されない私たち自身の主体的な情報社会を生き抜く知恵がの知恵が。 もたらされるのかなといいう,うに思っていますあの英語とかでもです、ね、あの翻訳とかを機械でやるだけじゃなくてやっぱり私たちがしゃべるそして日常で身に,身に受けるそうした言語空間というのが重要あるいはジャーナリズムもそうですけども人の頭の中のものを引き出していくオリジナリティこういうものが私たちの希望なんだろうなというふうに思っています以上です。 はいいありがとうございました最後、私がまとめということですがもう本当にこのまとめというのを AI によって置き換えられてしまうのかなってこう思うんですけど林、はい、先生がいつも3点でまとめていらっしゃいますので私もちょっと真似をして3点ということで言いますととにかく AI の記事ではなく人間が書いた記事で読みたいという点で言えば例えば阪神タイガースのファンにしてみればです、ね、ププのセ・リーグが阪神タイガース優勝って AI が書けるんですよね。 AI が書けるんですけどやっぱり阪神タイガースの熱烈なファンの記者が書いてこその記事っていうのはやっぱりあるんだろうなというふうに思いますそして2点目で言えば先ほども出てきますけれど本当に AI に置き換えられないようなプロのジャーナリストの存在がこれまで以上に重要になってくるのかなってこう思います一旦ジャーナリストの道を選んだのであれば プロのジャーナリストとして AI に置き換えられないような存在はどうあるべきなのかということをぜひ考えていただきたいなってこう思います。そして3つ目は林先生の問題提起でなるほどなと思ったんですけど Google もですねアルゴリズムがブラックボックスになっててよくわからないわけですね。そうすると例えば Google8 部みたいなことが起きていてもなかなか気がつかないっていうことがあります。生成 AI だとますますそれがブラックボックスになっているという。 だからこそそれの専門の記者というのが必要だそ,そちらもまたこの生成 AI という新しい権力を監視するジャーナリズムというのがこれからますます必要になってくるのかなってこう思います。 今日は本当にあのそれぞれのお立場の方々がですね、AI あるいはジャーナリズムのあり方そのものについてこう私たちが考えるきっかけをあのまあ与えてくださったのかなと思ってます。ありがとうございました。じゃあ小玉理事長にお譲り渡しします。それではもう最後になりましたので一言だけお礼のあのお挨拶を申し上げます。まずモデレーターを務めていただきました池上彰さん。 それからパネリストを務めていただきました林香織さん及川晃さんティム・ケリーさんリード・スティーブンソンさん本当にありがとうございましたまた同一役のお二人にもお礼を申し上げますまた本日の、ね、ウェビナーには日本国内だけではなくて海外からもです、ね、ご参加をいただきましたご参加をいただきましたすべての皆様に主催者を代表しまして心からお礼を申し上げますそれれからフォーーリンンプレスセンターとしましまてはです、ね、これからも あの日本と世界が直面しているいろんな課題ですね喫緊の課題について東京におられるあるいは海外の外国メディアの方のご参加を得ながら当センターならではの国際ウェビナーをですねこれからも開催してまいる所存ですそのためにもですね、えー、皆様のフィードバックがとてもありがたいことです。えー、今日ののウェビナーの画面が終了後にですね アンケートのリンクが表示されますので、何とぞ、今日のウェビナーについてのです、ね、皆様のいろんなご感想、あるいは今後についてのご示唆があれば、ですね、遠慮なくフィードバックをお願いいたします。最後になりましたけど、本当に今日素晴らしい議論を皆さんなさっていただいたということに、改めまして感謝を申し上げて、ですね、この第2 2023年度第1回国際ウェビナーの終了をですね、 宣言いたします皆様ご清聴ありがとうございました。